女子サーブル団体のパリ出場をかけた最終戦、大分市出身の江村美咲選手を中心に日本代表は5位に入り、アジア・オセアニア枠の最上位が決定、パリへの切符を手にしました。この種目、自力でのオリンピック出場権獲得は史上初の快挙です。またこの大会の個人でも江村選手は銀メダルを獲得しています。